おはようございます。鳥がねピュー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 と鳴いています。春ですね。鳥が鳴き始めたってことは、マーガリンおはよう、ソラおはよう、天気がいいです。今現在時刻7時10分です。温度はプラスですね。これまあ雪しばちば残ってるってことは、まあ0度、まあマイナス1度ぐらいかです。で早く電気柵を家の周り中に張ってあげれば、空がこのね、この柵ここからここに繋いでおかなくてもいいんですよね。早く雪解けないかなね。でもあとヤギがね、ヤギがまあ渡航できなくなるけど、まああとうちに入るときは電気柵を取ってからじゃないと入れなくなりますが、動物にとっては安全になります。すごいな朝から。でなんかね、さっき実はヤギの小屋に行ったらあれれと思ったことがありまして、おはよう、あれれと思ったこと、いつもねこの小屋どこかしらにか卵が隠れているんですよね。でまあ今回も、あ、今回はないなと思ってたんですよ。ないなと思ってて、この小屋、あの小屋の中に全然卵がなくて、あれって今まで産んでたのにどうしたんだろうと思ったら、実はあったんですよね、卵、隠し卵みたいな。だってちょっとね、ちょっと、ペーダー抜けて。ペーダーちょっと抜けて。ちょっと、こんなの食べますか。どうす。この餌箱の中に入り、あ、私なんか閉じ込められた系、ディディディーン、ほら卵があるじゃない、こんなにいっぱい、1、2、1、2、3、4、7個もある。こんだけだったら、っていうかあっちからこっちから入ったんだね、こっちから外から入った模様で、自分これをうわっ取る。ちょっと昨日ゆで卵美味しかったからゆで卵して食べよう。つか8個どころの話じゃないこれ。でかちょっと割れてなさそう、縛れてないから割れてなさそう。割りますよ。ちょっとこんなところに、ま、なんかね、カラスが来て卵食べられちゃってたんですよ。だからね、ニワトリはちゃんと考えてここに産んでいるようです。あとは何個あるの、本当にすごいな。この前見た時は一口もなかったんですけど、まだあるよまだ。でこれで最後だと、最後かな、ヤギから。で、まあ合計、1、2、3、4、5、6、7、8個もありました。8個もあります。すごいなぁ。他ないのかな、ぐるぐる。まあいいや。とりあえずこの卵をポケットに入れて、昨日はポケットに卵を入れたら割れてたんで。ちょっとその後に餌をあげたら、餌のなんかにぶつかって、扉とかにぶつかって卵が持って帰ってったら割れておりました。まあその卵今日使ったんですけどね。やったやった、これで卵焼き食べれるじゃん。いいですね、卵、最近卵を食べれてます。やったー、よしよし。
あ、そういえば都内爆発的にコロナウイルス増えているようですね。いや、増えてない方がおかしいと思うけど、今までなかったのが隠蔽してたんだろうって感じなんですけど、まあまあ別にここで生きてる私にはあんまり関係ないですけど。そしてロックダウンというか、まあ自粛、まあそこを自粛とか、まあ自粛で日本はそんな厳しく取り締まらないんだなーって感じですね。いやー、産んでくれてるね。いやー、なんやかんや産んでるしょ。うん。まあ、あともう一つ考えられるのが、ここの小屋。ここの餌の小屋のところに、産んでんじゃないのかなーっていうのがあって、ちょっとカメラさん、侵入は、ないね。あるかなと思ったんだけど、ここはなさそうだね。ここもないね。あ、ここないのね、意外と。案外、ヤギが、侵入してくるから、危ないからないのかな。そことか、あ、ないない。あ、今回ここにない。去年とかここの藁をね、整理してたら、ドバッと出てきました。ふぅ。よし。よちよちよち。あ、そういえば志村けんさんがコロナウイルスだったようですね。どれどれ？ないね。ないね。ないっすね。ないんだ。残念。まあ、やた遠くに行くな。あ、ちょっとボケしてる。あ、どうしてボケてんの？ボケてましたね、今。残念でーす。まあいいや、昨日、まあ8個の卵、おっ！なんかこの子ちょっと立派になってきた気味？まあ、ちょっと進んでいきまーす。あとね、ここに芋があるんだよな。豚芋もあるんだよな。あ、菊芋ね。掘り出せば、芋と人参が食べられる。やばい、掘り出さなきゃ。お、空とマーガリン散歩だ。まあ、ほとんど人通らないですからね。たまに通る人、ちょっと多めに見てくださいという感じです。ここ閉めるなって言ってるのに、このもらーく開かないんですよ。卵産んでるかな。あった、1個。で、じゃあ今日の収穫9個っていう感じですね。まあけど前の卵もあるからな、いつ産んだのかわからないんで、ゆで卵、まあ卵サラダでもしようかな。卵サラダパンにしようかな。パンでも焼いて。あ、作ろう。まあ、そんな今度で今日あったけんで、薪を並べてる間、あ、てか子供たちがなんか学校行くって言ってたんだ、そういえば。なんで学校行くんだよ、まあ。まあ、いいんすけど。まあ、いいんすけど、それ、まあ、いいんですけどって感じで、ちゃんと妥協できるようになりましたよ。もう、こだわりすぎてても、どもならんなと思いまして。まあ、どもなんないことはどもなんないですよね。まあ、要は自分のね、自分のことをやろうって感じでね。もう人のことはいい。自分のことを、しっかり自分のことをやっていこうと、思っています。最近はね。自分のやんなきゃいけないこといっぱいあるんで、人がどうとかあんまりもう関係ないっつ。ああ、汚いな。
ゴミが落ちてる。うう。まあ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 、いいでしょう。ゴミ拾いをしなきゃです。ね。まあ、草が生えたら草が生えたで、またまた綺麗になるんですけどね。今の春先っつうのが汚いっす。さて、頑張って積みますか、今日は。薪でも、昨日は積んでいたら雪が降ってきました。雪が降ってきて、めっちゃ寒かったんで、もう、まあ、プラスのになるかと思ったら、もう全然マイナスでしたよ。全然ね、手とかね、もう島根県でかじかむんじゃないかと思って、普通のグリップ入ってたんですけど。まあ、それでもまあまあ。長男も頑張ってやってくれているので、あ、なんだ、まあまあいいや、そんなんですごい天気がいいです。今日も一日、皆さん今日も一日頑張ってくださいね。何よって感じ。まああんまり出歩かないように引きこもりになってください。まあそれじゃまた、バイバーイ。で曲がり。